女性だと平均で2キロから3キロくらい、男性だと3キロから7キロぐらい。なので本当に人相変わっちゃいます。デトックスしたいとか、体質を変えたいとかであれば、ファスティング中プロテインは取らないっていただくことがおすすめで。すごい落ちましたね。はい、落ちました。すごい 3.8 ですね。はい、うわ